はい。さらでございます。上司が教えてくれない営業のコツ。今日は商談で忘れがちな伝えるべきコトランキングトップ3ということをテーマでお話ししていきたいなと思います。まあ、あの、営業でお客さんに伝えるべき情報っていうのは伝える手段はたくさんあるわけですよ。まあ、メールでもそうですし、手紙でもありますし、まあ、ウェブ上で何かを伝えるであったりとか、まあ、PDF であったり、ホワイトペーパーであったりとか、まあ、メッセージ、情報を伝える術っていうのは世の中5万ところがあっていて、まあ、いろんな方法で情報発信っていうのはできるんですけど、 わざわざ商談の場でお客さんと対面で話をして、まあオンラインでもいいんですけど、直接相手の反応を見ながら話ができる、その環境をフルに使うためには、まあせっかくの商談だからこそ伝えるべき情報を、まあしっかり伝えていきましょうねということ、ここでまあではお話をしていきたいなと思います。はい。では第3位から。自分と付き合うことのメリット。 ですね。ここってなまあ要は私とこれから取引をぜひしてくださいっていうことを商談ではぜひしっかり伝えるべきなんですよ。商材のアピールであったりですとか会社のあの信頼。 みたいなところっていうのは、まあ、言ってしまえばなんかネットで歴史とかですね、あのそういった情報っていうのをいろいろ調べていけば、あなるほど、ね、こういうところだったら安心かなみたいなことっていうのは、もちろん影響の商談タイミングで言わなくていいわけではなくて、言った方が伝えていった方がいいことはいいんですけど、せっかく目の前のお客さんがいてで、その場に自分が同じ時間を今共にしている状況であれば、ぜひ私とお付き合いください、お付き合いしていただければこういったメリットがありますみたいなことをですね、しっかりと言葉にして伝えるべきなんですよね。まあ、伝え方としては お手伝いいささせてくださいんで私、これまでこういう経験もしてきているので、御社のこれからやりたいと思われていることであったりとか、まあ、今後先ほどお話しいただいた KPI の達成に絶対お力になれると思いますので、ぜひお役に立てると思います。よろしくお願いします。みたいなことを、まあ、しっかりと言葉にして伝えるべきということですね。ななので、まあ、詳細云々じゃなくて、まず、 商材とか会社の手前で自分がいるっていうことをしっかりとお伝えしましょうっていうのが、まあ、伝える人も多いんですけど伝え,伝え漏れしている、まあ、商談で忘れがちなポイントとして第3位として挙げさせていただきました。はい、では第2位今買うべき理由と いうこ,とでこれはあの、まあ、ウェブのアプローチとかランニングページの構成とかでも、まあ、今買うべき理由、まあ、買わない理由みたいなところを潰しましょうみたいな話であるんですけど、せっかくこれも目の前で話をしているのであれば、ぜひ今やりましょうということを言葉にして伝えていった方がいいと。なんで理想で言えばもうその場で契約書に印鑑をしてもらうぐらいの気持ちで営業していった方がいいですね。要は先延ばしにすればするほど人間というのは面倒くさがりやな生き物なので、やらないという選択肢を取りがちなんですよ。なので今やり 今、決断しましょうみたいなところ、しっかりと背中を押してあげるのが大事ということを、ね、要は人間はあの決断するのがやっぱ怖いというか、極力避けたいんですよねで。その時に営業が言葉を出してくれた、背中を押してくれたということがきっかけになってやれることってのはたくさんあるので、そういった背中を押してあげるメッセージというのは、まあ、せっかく直接コミュニケーションを取れる場にいますので、しっかりとお伝えをいただくべきかなということでございます。これが第2位ですね。で第1位 自分が商材を好きな理由ですよ。で、これっていうのは、結局お客さんはですね、自分が信じている、まあ、営業自身が信じているもの、人が信じているものを買いたいと思ってるわけですよね。なので、いや、まあ、あんま自信ないんですけど、ぜひ使ってみてくださいよ、みたいなこと言われて、買う人なんか一人もいないんですよ。で、じゃあ、自信がありますっていう言葉以上に、自分この商材がどれだけ好きか大好きなのかっていうことを教えてもらった方が、ああ、この商材こんだけ愛されてるんだったら使ってみようかなっていう気持ちになれるということですね。 なので、まあ、営業で良い提案をしようって思ったときに、結構この感情の部分っていうのはおろそかにしがちで、論理的にニーシーでむの、漏れなく、抜け漏れなくみたいなところで話そうとしする営業ってすごく多いんですけど、営業が直接お客さんと話をする場にいるのであれば、そこで伝えるべきっていうのはもう感情の部分なんですよ。なんで、ぜひ私とお付き合いくださいだったりとか、ぜひ今やりましょう。で、私これだけこの商材が好きなんでっていう自分の気持ちをいかにしっかり伝えきれるかっていうことが大事ですので、ぜひ商談では それがちな伝えるべきこととランキンキグということで、ここはもう感情をいかに動かすメッセージを伝えられるかということでこのトップ3を挙げさせていただきましたもし伝え漏れしている方がいればですね今日からぜひしっかりとお伝えいただくのが大事かと思いますのでしっかりこの3つをお伝えいただきたいなと思っておりますということで本日は以上です営業チャンネル。 本日もご覧いただきましてありがとうございました。えー、引き続き、いろいろ営業に関するアドバイスですとか、えー、経営に関することをいろいろお話ししていきたいなと思いますので、ご興味を持っていただいた方ですとか、今日のお話面白いなと思っていただいた方は、ぜひチャンネル登録、高評価ボタンを押していただければと思っております。またツイッターもやってますので、えー、ご興味を持っていただけた方は、ぜひフォローいただけると嬉しいなと思っております。引き続き、ぜひよろしくお願いいたします。本日は以上です。